おめでとうございます。ほんだら、一応、share。本場の発音で、share。なんか、手話みたいな。よいしょ。ほんでと。ほんだら、こないして、こないすると。映します。ポチッとな。Vampire Survivors。Achievement。やることは、ポップ屋で15分生き残る。そうせな新武器取られへんねんな。で、ポップ屋とは、あれかな？新ステージで出会えんのかな？はてなはてなはてな。これだから、でも、せやで、俺倒しちゃったわ。スイッチ勢、全員おらんときに、ニコ生で俺を新しく見つけた人の前でクリアしたわ。よいしょ。通算23回目にして、初クリア。しかも21回目、22回目も、なんかいい感じやってんな。で、正直それと一緒な感じがしたから、まあ、よう見たらちゃうんかもしらんけど、23回目は無理かなと思ってたよな。ただちょっと違うのは死神の挙動がちょっとちゃうかってんな。それがうまく刺さったのかな？とうとう俺も、狩られる側から、狩る側に回って、で、前回初めて新ステージ、酪農場を死神でやってる。まあ、ポップ屋なんか俺おらんやんな。それが新キャラやんな。ポップ屋、おらんな。一応新ステージも、ハイパーモードやるか。じゃあ死神で行って、ハイパーモードで、ほんで、この辺も上げていいか。いや、でもこの辺、上げたらお金稼げんのか。いや、これは嫌やな。難易度上がるやつ。ちょっとまだ俺はそのレベルにはない。経験値。ほんで、磁石。コレクションは新武器。なんか、ソング・オブ・マナやな。そして、ペイガンが新武器の進化素材として、本命、太鼓、大穴ってあって、大穴やったやな。それを踏まえると、候補は、桜爆弾。ほうれん草は炎の杖。まあ、あるな、可能性は。ホロンハートが何やっけ？このブラディティア。愛の加護。これニンニクやんな。この辺はあって、翼。まあ、この、ソングオブマナーがどういう効果によるかやな。なんか翼のイメージ合うのも合うし、王冠もな、なんか女王様、姫様的な感じで合うイメージも湧くし、どういう攻撃かによって変えるか。その辺は。まあ、やってたらネタバレ来るかもしれんしな。とりあえず俺なんか新キャラと、新キャラ？マップに映ってる疑惑あんねんけど。どうなんやろ。ハイパーで行ってみるか。よいしょ。新キャラ。おらん、あれか。ハベラにポッペアおんのか。やば、こんな早かったっけ移動。で、スパイラル早く。よしよし。まずは経験、いやー、どうしようかな。どうも。俺、コシタで。魔法の杖かな、この3つやったら。よいしょ。もう俺は死神を使えてます。なんかなニンニクも言うてな。いやでもリロール使うほどか。聖水ライトニングリング、いやいやライトニングリングか。こん中やったら、あ、これって緑経験値や。最初って固定で湧いてんのか、あの図書館みたいに。クローバー、聖水アーマーブレイサー。いや、だから新武器、新武器は取られへんのか。まずは新キャラ解放やもんな。せやったらどうしよう。順調に進化させたい。っていう意味では、
クローバーヘブンソードかブレイサーナイフ、どうしよっかな。どっちにしろブレイサーかな。よいしょ。ほんならまずはちょっと新キャラに会いに行こう。あれ、クリアするとこ薄めで見て、あ、マジで薄めで見てくれとったんや。せやで、クリアしたで。まさかの23回目にしてクリアできるもんやね。23回もやったら移動速度速っ。ほうれん草炎の杖取るか。あ、そうなんや。コメントこそなかったけど見てくれとったんやな。いや、無事行けましたわ。さまざまなその知恵があったおかげで、俺一人じゃ無理やったもん。これほうれん草取るか。ほうれん草炎の杖も行くか。なんとなくな、ここであったがってやつやな。よいしょ。あのトロッコとかをうまく活かしてはんのかな。昨日クリアすると知ってたから。確かにそういや言われとったな。あらかじめ言うとくわみたいなのあったな。ほんまにクリアできたわ。もうほんまにクリアできたらもうなんだって嬉しいな。すべてのことがきらめいて見える。これが恋か。よいしょ。もっとバンバン撃ってほしいな。そのためには空白の書やんな。ブレイサー、魔法の杖、ライトニングリング。あー、速度上げてもな。魔法の杖かな。今俺は新キャラに会いに行こう。これハテナに行ったら新キャラに会えんねやんな。俺はそう信じていくけど。よいしょ。あ、ファイヤー取るか。あんま取っとくか。取っとこう。ほら、このファイヤーいついかなる時も最強。とにかく敵にぶつかっていって、よいしょよいしょよいしょ。とにかく進んでこう。どこや、右下ね。もうちょい右行くか。なんかでも下降りられへんの。こっちか。緑なら多分ちょっとパワーアップやんな。一応昨日もういきなりそのこの新ステージ酪農場は死神使って1回クリアした。あ、ノーマルモードやけど。ほら今初ハイパー。もうちょっとやな。あれ1ゴールド、1ゴールドは一応開けて。ピーちゃん、黒ピーちゃんどうするかな。久しぶりに見るか。虹ピーちゃん作るか。よいしょ。アップグレード、スカル、マックスで、スカル取ってクリア。他のアップデートもありやな、多分それや。いいよ。もう今はな、とにかくもう俺は死神の呪縛から解放されたから。一応ノーマルモードはスコールをマニアック取ってクリアし。まあ、だからって感じやろうけど。ふぅ、アストって感じやろうけど。俺は今新キャラ目指して。肉2つあるな。あれ、もうちょいや。え、これか。はぁ、敵めっちゃ敵おる。なんじゃこれ、食らわされたな。よいしょ。いや、ちょ待って、もうあんなのこいつら。いや、これ斧取ってん俺。だからそれ前回やってん俺。斧取ってんけど進化せえへんかったわ。斧とろうそく、デススパイラルの二刀流はならへんかった。それは一応試してみた。ペンタグラムな、結構強かったよな。どうしよう。でもペンタグラムはなんか、甘えな。斧取ってもデススパイラルの二刀流になれへんかった。それは検証済み。魔法の杖。よいしょ。これどうや、これ花一門目がすごいよな、このステージ。ブレイサー、いや、ブレイサーじゃなかったかな。ちょっと生かしてくれよ。緑式がいつ来るんやろな、お兄ちゃんは。
いや、ルイージか。弟か。ちょっとこいつらなんなぁ。はよ、どっか行けよ。よいしょ。くそ。もう突撃するか。いけいけ。デスファイナル頑張れ。ピーちゃん、取って。くそ。どいてくれ。よいしょ。あれ？どうしたんや？こいつら全員倒さなあかんのか。今俺触らんかった？缶オケ。ありゃ？そんな序盤で倒せるん？こいつ敵なん？こいつ開けたら？それは聞いてないな。やってみる。あれ？ハテナってなんなの？わかんねえ。どうやったら新キャラ出んの？うわぁ、聖書も強いけどなぁ。スペルバインダー聖書行くか？行っちゃうか。もろもろ取っちゃえ。今はだって新武器どうせ使われへんしな。とりあえず黒ピーちゃんに会いたいなぁ。わからん、これ。どうやったら新キャラ行けんの？黒ピーちゃん現れねぇ。魔法の杖。これ？サンキュー、マスクオブザレッドデス。But、Vampire is another coffin。OK ってなんや。これしかできへんよ。誰これ？ポッペア、ペコリーナ。ポッペア、ペコリーナ。ほう。なんか演出すご。こいつだけなんでこんな特別扱いな。こんなん今までなかったやん。こいつだけすごい。こいつ専用武器なんやろ。専用武器がソングオブマナーなんかな。うわ、使いてー。まだ説得やからクリアしよう。これで新キャラゲットか。よしよしよし。ピーちゃんかな。これじゃあどうしよう。ろうそく取りに行く？いやでも、ろうそく取ってもしゃあないか。ろうそくはまあ、ただ単に強いけど。どうしようかな。レベルアップ。いやー。ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草。よいしょ。これなんかあれやな。ヴァンパイアサバイバーズ。一通り今ある実績全部解除して、じゃあそのスコルオマニアックアリもやるか？ボロボロやったら、ちょっと一回ちゃうゲームやってみよう。うわぁ、ルーントレーサー。でも進化系ないしな。新キャラな。あ、まだやってないの？新キャラ。どういうこと？もうやめてほしい？あと25分待たれへん？リロールするか、これ。こういうとこでリロールできる余裕あんのちょっと嬉しいな。ピーちゃん。ほんで、ブレイサーかな？ブレイサー。よいしょ。いや、だからまこと。ごまたやん。ごまた来た。死神チャレンジャーにかかった存在。ごまた。黒で目立つな。なんだっけ？浮上の天霊やっけ？聖書の進化系。魔法の杖レベルマックスか。いや、これはもう強いっしょ。あれ？なんかちょっと右耳にキーンってやってるかもな。なんでや。このゲームはその視覚的にな、なんか危ないかもしらんけど、聴覚的には大丈夫なはずだけど。炎の、いやーちょっと待って、黒ピーちゃんまず欲しいな。くそー。ライトニングリング。ちょっと経験値集めよう。これは一応新ステージ初ハイパーモードやからな。まあまあ鮮やかに。虹ピーちゃん出してクリアしたいな。よいしょ。トロッコみたいなのに判定やったら危なかったな。あれで即死とかっていう可能性も。あとな、これ敵がさ、なんかこの遠距離攻撃してくんのええよな。いや、引き寄せの意思どうしよう。どうしよっかな。やばなったら取るか。今はとりあえずじっとしとっか。
新ステージできてるで。信じられへんかったな。死神つこて新ステージ。はっはっ、めっちゃ食らってる。ニッとるか。まあ23回もやったらな、そら倒せるわ。しかもさ、結構生き残れてんな、その倒したテイク。35分15秒まで残る。なんかすごいいい記録やったりせえへんかな。なかなか折れへん。35分台はあんまないぜみたいな記録やったりせえへんかな。あのピラギスも一応取ったけど、パワーアップ分のピラギスも使うことなくいけてんな、確か。やば。え、中ボスはどこや、こいつか、この青いやつやな、中ボス。ちょっとレベルアップ取らないまずいか。若干怖いか。あ、捨ててもうた。聖書かな、聖書。あー、風車の輪取ろう。これ強いしな。オーケーオーケー。黒ピーちゃん来ねー。どうした黒ピーちゃん。ピーちゃん宝箱まだ、あ、こうやってもまだライトニングリングか。そうか、雷鳴の輪じゃないんだ。これこっからどうしよう。ロウソク取りに行くべきか。ロウソク取る、なんや、まあ、ロウソクあった方がいいかな。まあ、あるに越したことはないか。ただ経験値も欲しいねんな。よいしょ、なるべく取りこぼさずにライトニングリング。ライトニングリングは経験値散らばるよな。知らん間に倒してるやつだもんな。ペンタグラム系やもんな。ライトニングリング。いいぞ。経験値はがっぽり稼げてる。自分で突っ込んで死にそう、勢いよく。おお、群れか。でもニンニクあったら、あいつらも綺麗に倒せんのかな。今は経験値を集められるだけ。集めたい。よいしょ。スペルバインダー取ろう。いや、いいね。補充アイテムが揃うのはいいよ。この辺動いてるだけでも、ロウソク取りに行くべきかな。どうしようかな。この辺にアイテムは湧くのか。いやー。とりあえず経験値集めとるけど。引き寄せの石頼みで移動するか。うおー、捨てればいいんだ。ろうそくの位置は、ろうそく取る余裕あるか。魔法の杖、空白の章、1個、1枠はあるか。1枠ろうそくでいいんかな。あ、強いよな、普通に。だからガチやな。死神チャレンジあんま変われへんな、武器チョイスが。ガチすぎるか。うわー、これ使うか、どうしよう。もう行っちゃうか。バーン、行っちゃって、ほうれん草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 して、よいしょ。若干囲まれてるな。デススパイラル出てくれ。デススパイラルが出ないとちょっと厳しいな。よいしょ。なんとか、このハイパーモード、一発でクリアしたいよ。ライトニングリング。いや、ライト、まあ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 。いけいけ。行ったれ行ったれ。ろうそくの位置が右下か。そうね。緑経験値とかもらって。よいしょ。いつ来んねや。緑死神。ルイージュはいつ来んねや。俺、下手でクラッチ突っ込んでっちゃうな、やっぱり。そこはやっぱ死神チャレンジでやってるだけで、それは治らんよな。この辺の経験値は含めてないもん。よいしょ。あれ、また別物やもん。あ？中国来た。なるほど。中国が来てはるね。デススパイラル。は？よいしょ。いやー、死にたくねー。頑張れ。よいしょ。デススパイラル。
この中ボスちょっと待つか。よし、あれさっきか復讐のはさあ、なんやスペルバインダーね。いやでもせっかくやった宝箱で進化しなかったか。うわ、直撃できた。やべ、ちょっと群れに対応するほどの余裕はない気がする。こうして緑経験値集めて、よいしょ、こんな感じして、どうないや、まだ右下か。こうして、よいしょよいしょ、こいつら倒して、さらに右下へ。あー、どうや、大丈夫か。キーちゃん、ミススパイラル、いや、ちょっと来ないで。え、やばいか、何が足らなくて負けそうなの。よし、いけ。あ、肉、あー、肉は今取るほど食らってはないよな。デススパイラル、あ、ちゃんとキーちゃんの方向に行かなあかんのか。そうじゃないと万が一奥、うわー、黒ピンちゃんどこ行ったん。黒ピンちゃんがいないっす。なんで。あと空白の書も欲しいな。クールダウンをしたい。いやー、そう、頑張れ。青経験値ばっかり。なんか動き、動きはこのキャラ死神の動きが早いはず。死神が早いってのと、あとハイパーモードってのがあるな。ノーマルモード俺昨日やってんけど、その時も早く感じたけど、これハイパーモードやからなお早い。よいしょよいしょ。あ、いや時間止めのやつどうしよう。中ボスキャラ取る か、 なんか右側に赤経験ちゃうな。頑張れ死神。俺はもう死神の味方です。死神とは和解した。空白、いやーどっちやろな。空白の書かな。ほんでスペルバインダー、いいよ。黒ピーちゃん来た。よし、ならば優先的にピーちゃんやって、あれこれ中ボスか。倒せ。よしよしよし。ろうそく取るかどうか問題。ろうそく1個取っちゃっていいか。斧こそないけど、ちょっとガチやな。ろうそく取って OKOK 聖なる杖いいね。これで一安心か。さすがに負けへんでしょ。マスクオブザレッドデスおるし。ろうそく取りに行ったら、ろうそくのレベルアップやんな。ろうそく取りに行って戻ってくるか。今真右にあるんだ。 OK、 右に取りに行って、久しぶりにニジピーちゃん見れるかもしれないのか。なんとか死なずにニジピーちゃんと共に、ニジピーちゃんと死神で敵を倒そう。ハイパーモード酪農場クリアしよう。よいしょ、道が開けてくね。あー、ライトニングリングも進化すんねやな。あげときゃ。これかどうぞ。やった、よし。ほんだら7つ目の武器引き寄せの石でも取りに行くか。ありかもしらんな。図書館のように7つ目の武器を取るという選択。とりあえずさっき引き寄せの石行ったか。順番間違えた。黒ピーちゃん、これ時間止めるやつ行くか。行っちゃうか。よっしゃ、とにかくぶち当てて、よいしょ、とにかくぶち当てながら、よいしょよいしょ。今のびっくりマークない。今のびっくりマークは何やったの、わかんねえ。とにかくぶち当てて、左上やんな引き寄せの石。あ、だいぶ遠いな、だいぶ遠そう。あー、これはまあどれでもいいな。空白の書、経験値集めるか。経験値集めきってから上行くか。
よいしょ。これ落ちてる経験値もったいないよな。赤経験値も落ちてるし。いや、黒ピーちゃん誰くんの黒ピーちゃん今のビックリマークってこいつらか。うわーピーちゃん黒ピーちゃんの線がすごいね。いけ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 55ライ。あげるのは聖書。うわこれでもピーちゃん強くしすぎたら聖書を不要の天然にする意味ないかな。いやもうあるに越したことはないでしょ。ライトニングリング、これで次もうあれやな、何やっけ雷鳴の輪、とにかくぶち当てて引き寄せの石までいけねー。お十字架、十字架は最強の武器。黒ピーちゃんちょっとここで止まっちゃってていいのか。ただ経験値はいっぱい落ちてるもんな。よいしょ、俺が移動で当たってまうな、自滅してまう。プレイスキルのなさがバレる、プレイスキルのなさがバレる、バレる、世の中に気づかれるやん。中ボスは逃したくないな。うわピーちゃん黒ピーちゃん、とにかく左上目指すか。まだ出えへんな、前は半分行くまでにあのルイージは出てんな、今はまだ出えへん。ルイージはまたここに戦ったらあかんねんな、確か最強キャラだし。よいしょよいしょ、果たしてマリオかルイージか、最強キャラ決定する。とにかく引き寄せの石を出してきて、それでいいんかな。あ、いった5000以上、15歳な、バチバチ当ててやられろ。あ、結構押し返してくる、やるね、さすが15歳。ピーちゃんは当てやなかったのかな、結構強かった。よしきたー、雷鳴の輪進化系やな。稲妻が2体ある、だけど強いのか。画面が白ピーちゃん、画面が線まみれ、画面が線まみれです。引き寄せの石まで行くんかな。よいしょ、いやむちゃくちゃ遠いな。これまさか右下に来たら一周するとかあんのかな、マップ。ドラクエみたいな、ドラクエ2やっけ。よいしょ、ふぅ、いや、いやーやっやっやっ、ウォーウォーウォー、ふぅ、いや突っ込んで死にそう。でもせっかくやったら7つ目のアイテム欲しいもんな。せっかくやったら行ったんやん、ロマンあるやん。黒ピーちゃんかな。いやほんまは聖書にした方が安定する気がする。てかまあもう勝ちか、それは甘い。経験値集めたい、でも集められない。うおー、そしてニコ生が1分切っとる、枠替えもせにゃいかん、助けてくれ。白ピーちゃん、めちゃくちゃだ。とにかく緑経験値を荒稼ぎして、全部俺のや、全部俺の経験値よこせ。ろうそく、よいしょ、いけいけ、いや、もうめちゃくちゃだ。おいおい、まだあと12分もあんのかよ。もう今の段階でむちゃくちゃやのに。いやー助けてくれ。とにかく俺は左上に行きたいんや。黒ピーちゃんレベル8いいね。今度は一瞬枠替えするか。よいしょ、一瞬枠替え、消灯、
消灯して、ほいっと。ほんだら、こうして。重いなぁ。やっぱゲームで重なるなぁ。物が多すぎる。何個あんねやろな、オブジェクト。よいしょ。こうして、こうと。ほんで、こうすると。水分も取るか。よいしょ。こんな感じにして、チャーノボ。この酪農場にもハメポイントあんのかな。お、ごまた来た。ラッキーだね。なんか今日は。え、これごまたやんな。てんてんてん、枠変えていきなりごまたはなんか縁起いいな。いきます。まあ、お金稼ぎやな。うわー。いざゆかん。引き寄せの位置までいけるか選手権。俺は会いに行くぞ。たとえどんなに遠くに離れていても。待っていてくれ。引き寄せの位置を。今行く。うおー。やべえ。ヒロピーちゃん、これで次ニジピーちゃんか。ニジピーちゃんの人何頃かな。いや、むっちゃ遠いな。これ経験値取ってる暇ないな。もっとがっつりいかんと。がっつり上を目指さんと。よいしょ。とにかく上行って中ボス、あ、出た。チビポセイドンね。なんか詰まってるな、あいつら。左側で詰まっとる。よいしょ。道中にな、引き寄せの磁石があればな。それで経験値全部ゲットできるんやけど。うおー。ほんだら空白の書かな、やっぱ強いのは。空白の書は強い。いやー、ピーちゃん、黒ピーちゃんが強い。あ、来た。全部取ったー。経験値を全部。でもレベルアップせんのか。時間かかってるだけか。レベルがいいんだ。よいしょよいしょよいしょ。要所要所。要則はぁ、これでじゃあ宝箱となんと虹ピーチになれへんか。引き寄せの位置はどこや。おお、見えてきた。 OK OK、 現実的やな、あの距離は。こういって、もうとにかく、あ、出た、中ボス。こいつでミニピーちゃんもらおう。行ったらピーちゃん当てろ。とにかくピーちゃん当てて、あ、なに、なに、ピーちゃん、やべ、ちょっと待って、もう何が起きたか、やば、あ、宝箱、ちょっと待って、宝箱取れない。え、なんで、ちょ、宝箱取れない。やばい、重すぎる。やばい。ああ、宝箱取れない。どういうこと？宝箱取られへん。オッケー。ニジピーちゃん来た。ほんなら、空白の書、フォーメント、ナイフか。いやー、ナイフか、炎の杖か。それか引き寄せの位置で聖書。聖水か。こういう、ぐちゃぐちゃや。何が何やら。ブレイサーでナイフにするか。そうするか。ナイフ。とにかくナイフにして。いけいけ。いやー。これ引き寄せの位置までは行かれへんかな。出た。ニジピンちゃんって破壊者って名前な。初めて知った。とりあえずまずはナイフ。ニジピーちゃんって破壊者って名前やったんだ。うわぁ、こんな恐ろしい名前やったわ。見た目とちょっとちゃうな。見た目と名前が一致せえへんみたいな。いや
突っ込んで死にたくないな。なんとか無事終えたい。遠くね、引き寄せの位置が遠いよ。なんであんな遠いねん。ナイフ、宝箱来るまでになんとかナイフを集めて。なあこの上、あ、経験値、いやーちょっともうやばすぎる。これで逆転や。全然わからん、何が何やら。なんかもろもろいっぱい出てる、それしかわからん。突っ込んで死ぬというかっこ悪いことだけはしたくない。ダメだよ。うわ、中ボスか。いやでも中ボス倒すまでにナイフをレベルアップしておかんと進化できへんよな。どうしよっかな、あえて取らへんとかもあんのか。いやまあ取るか。ナイフ、この周りで経験値稼ぐか。そしてナイフを進化と。でもそしたら引き分けの位置間に合うか。経験値もらってナイフ、まず言うてすぎか。はい、オーケー、これで OK やな。めっちゃレベル上がらないんか、凝縮されとったんか。オーケー。あれ、あ、そっち先か。無常の天霊。よしよしよし、むちゃくちゃだ。俺は今の俺のクリアは引き寄せの意思を取れたらしい。よいしょ、どれぐらい近づいた。まだ遠いなぁ。アーマーとかの方が有効か。いやまあまあ、一回取ると決めたから取りに行こう。一回で破壊者、そんな名前やったとは。ニジピーちゃんちょっと物騒な名前やったな。やばい、まだめちゃくちゃ重くなってる、入力できない。いやー、さあ、このぐらい固まっちゃうんじゃん、これ。これが怖いな。右から中ボスか。中ボスにナイフぶつけて、ぶち当てろ。いやー、めちゃくちゃ怖い。ナイフでどんどんあいつ刺さってくな。あー、死んじゃった。これに行こう。宝箱を、もろて、オッケー、サウザンナイフ。でもこれまだ重くなるだけか。破壊者、破壊者、いけいけ。赤経験値2個ある。よいしょ、引き寄せの意思があればな、もっとスムーズに取れんねやけど。これでもう十分でしょ、こんだけ破壊者あればもう OK でしょ。あとは進む。あれ、緑の死神どこ行った。ルイージ現れへんな。あれか、なんかどっかのタイミングで十字架とかで死んだんかな、わからんけど。いてはれへんな、ルイージとか言うて見落として死ぬぞ。それは避けたいな。いや遠いな、引き寄せ。くそ、待っときよ、引き寄せ。今行くからな。レベルは75。なるほど。めちゃくちゃだ。訳がわかりません。いけいけ。最後巨大ロボやな。その時はほんま一注意やな。もう自分から突っ込む気にしません。こうして。よいしょ。とにかく、ぶち当てて、いいよ。とにもかくにも左上を目指す。左上に、何かがあると信じて。どこやねん。あー、いや、まあ、まだあるな。頑張ろう。お、中ボスか。中ボスは、サウザンナイフぶち当てて、よし。オーケーオーケー、お金を集めよう。踏んだらいいよ。
これはめちゃくちゃいいね。ただルイージだけが心配なの。どうしたあいつ現れへんの。いやー最後の最後に現れて倒すだけ倒すかやめてくれよ。そういうのはなしやね。先生どうぞ。こうやったらこの通られへんとこ多いな。ここは通れんのかな。やった間に合うか。あと5分切ってる。引き寄せないし待っとけよ。今行くから。この上通れるか通られへんのか分かんねえ。通れたり通られへんかったりラジバンダリ。あそうか巨人の巨大ロボの前にこのなんか鶏みたいな。よいしょ。とりあえず俺は引き寄せの意思がある。肉は取らなくていいな。ただまあ今十分強いよな。俺がやらかさん限りそしてルイージが現れへん限りいけるはず。うわ結構進んできたけどまだ無理か。よいしょ。中ボス現れへんな。助けてくれ。もうちょっともうちょっと怪我人にこういって。よいしょ左上やな。この上か引き寄せの石。え8つ目のアイテムってあんのかな。それも検証したかったな。これ中ボスか。中ボスや見るからに中ボスや。よっしゃ三つまたいいね。金稼いでよしよしよし。取ろか拾う。オッケー。えこれ8つ目。いやもう遠いな今から無理やな。いやでも経験値集めかけたら戻ってみるか。8つ目のアイテム取れたんかな。よいしょ。図書館もめんどくさかっただけで8つ目のアイテム取れるんやったんかな。ちょっと覚えてないな。赤経験値引き寄せ。いいよ。うお引き寄せ。引き寄せるね。とにかく引き寄せるね。レベル今86。あれまだこんなもんか。最高は135とかあったな。よいしょ。俺の最高レベルが135で最高経験値が最高レベルは135で最長時間が35分15秒。いやもう無理かな。アーマーいかないんかな。あと2分。でもダッシュして死ぬも絶対嫌やな。やべ青い敵が多い。うわ死ぬ気はないけどでもできれば8つ目のアイテムが欲しい。あれ最後の巨大ロボってほんまに約1分とかやったの。28分とかで巨大ロボ追いせんの。巨大ロボマリアは注意した方がいいかもしれない。逃げピーチャーすごすぎる。最強の虹ピーチャー。いやこのペースがいかれへんよな。うわ重てーめちゃくちゃ重いよ。助けてくれ。道を開けてくれ。どれぐらい進んだ。いや絶対無理やな。諦めよう。じゃあもうこのままじっとしとくか。いやでももろもろのアイテム引き寄せの意思を取るかもしれんしな。うわびっくりマーク誰来た。最後にルイージか。え、何のビックリマークや。え、どこや。あ、これか巨大ロボね。よしよしよし退けで。ちょっともう何が何かわからん。むちゃくちゃや。やばもうわけわかりません。
もうこれ勝ちでいいんですか。ラスト1分は巨大ロボマンガ、俺がもう突っ込まんようにするだけやな。なんでやねん、やめさせてもらうわ。とにかく敵が近づいてきたなって思ったら逃げる。でもこれ浮上の点で2次ピンチな。いやでもあデススパイラルはあるし多分大丈夫やんな。じっとしとくけど、ちょっとサウザンナイフ打ち続けてるからその方向に行った方がいいのかな。わがねえ。いやでもこれで勝ちでしょ、さすがに普通車の輪もあるし、もう強い強い。100レベル、よしよし。ほんなら次は新キャラいきますか。30分いったよな。死神同士の共食いで終わりや。これじゃあボーンなったら突っ込んで敵に立ち寄るか。よいしょ、経験値ぶち殺された。復活？あそこパワーアップで持ってんのか。逃げろ。あてっててっ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 て、よし、これがポッペア新キャラね。え、こいつが新武器でいいんかな。さああと2つ、15分生き残ると、あーじゃあ15分生き残ったら新武器か。あーじゃあもう一回新キャラです。15分生き残るはせなあかんのか。逆に言うと15分生き残ったら死んでもいいのか。来た、よしよし、16キャラ、レベルごとにデュレーションって何だっけ。アンロック、え、初期武器やん。ありゃソングオブマナやん。え、デュレーションって何やっけな。デュレーション調べるか。 1% ずつよいしょ。デュレーションデュレーション感覚、あーはいはいはい、感覚、まあ伸びていくやから持続時間捨てればいいんだか。なるほどね。ほんだらこれもう武器進化探しちゃっていいのか。いきますか。ポッペア、これでもどんな武器なんや、この武器が。それがわからんかったらちょっとな、どうしよう。どのステージでやるかな。敵のライフ 50% アップ。ステージ3とチャレンジモードはどっちが難しいやろな。よいしょ。新キャラで、どうしようかな。まあ、酪農場やるか。でもなんか、図書館の方が合いそうやな、ピアノあったし。まあ、ええか。よいしょ。酪農場、まあ、ハイパーモードで15分。残りよくやってみるか。どういう武器？完全に盾。はぁ。なるほど。完全盾なんや。取る武器はどうしようかな。聖書かな、やっぱ。完全に盾か。はい、なるほどね。十字架、魔法の杖。やっぱ魔法の杖、安定やんな。そしたらサポートアイテム。ティラギス。ティラギスな可能性あんのか。ソングオブマナ。フォローハートはない。いや、まあ、ティラギスの可能性もゼロじゃないか。いや、そんなわけないと思うけど、でも大穴やったティラギスか。ソングオブマナ。なんか命の歌みたいな。何に進化するかを想像するか。
でもそれやったらなんか王冠でな、なんかプリンセスオブマナみたいなありそうやねんな。ヒラギス、まあ、試してみるか。ヒラギスも取るか。取ろ。待てよ、このマップ、引き寄せの石とろうそくはあれとしても、アーマーと翼は後で取れんの。アーマーと翼は後で取ろう。ろうそくだけ取りに行って戻ってこよう。あ、でも待て、経験値も欲しいな。難しいな。どうしよう。よいしょ。完全に立てね。これはでもどういう時に使えるんだ。完全なる盾。石の仮面。石の仮面と歌。あるかな。まあでも一応取ってみるか。いやでも効果か、いやまあ取ってみるか。取ってみよう、可能性あるしな。こんなんで15分残れたり、進化系見れたりするんかな。最初はもっとちゃんと強くせな。武器進化する可能性すらないか。ハイパーモードやし。いきなり引き寄せの意思はもったいないかな。どうしたもんか。もうちょいもろもろ倒して。やばくね、やば。いやちょっと待って、いやちょっと先は死神とはちゃうもんな。やばいやばい。ちょっと基本を忘れちゃってるか。どうしよう。ソングオブマナエリアが 100% あって、はい、コルオマニアックの可能性あんのかな。いやでもこれクリアできる気せえへんな。どうも死神どうでした。死神チャレンジのこと。23回目にしてクリアした前回。そして今は、新キャラ出して、今新キャラ初めて使ってる。でもソングオブマナーの進化系なんやろなーって探してる。取りたく、でもこれ取ってクリアできる気せえへんな。うん、あざす。スコルオマニアック一応取って、いやでも俺取ってクリアできる気がせえへんな。だと進化するとこまでいかんかったら意味ないもんな。補助アイテムこんだけ取っても。ちょっともうこれでやめとくか。で俺前回、前回ってか、まあ直近の前回、死神チャレンジめっちゃきつくなってる。なんで？アップデートで？嘘。いや俺むしろいけると思うんやけど、きつなってんのかな。それは俺感じてなかったな。いやちょっともうちゃんとスクローマニアックとって思ったからちゃんと強化していく。そうじゃなくてこのテイクチャンスないわ。こっからガチでいこう。いやブレイサーは取らない。聖書アップで、ね、雑魚処理がきつくなってる。30分行くまでってことやんな。いやあれはちょっと下に行ったらいい。いや俺ちょっとな、死神チャレンジやっぱ23回やっただけあって、まあ平眼の受け売りやけどな。割とすぐ修正できたな。まあ個人的にはできてるつもりやな。雑魚処理がきつくなってる。だからその、完全放置するにはちょっと下のポジションにおらなあかんな。ろうそくまでいけるかな。だからろうそく取る必要あんのかな。まずこれはエリアが大事か。いやどうしよう。よいしょ。見てなくて2回ほど押し潰された。あ、そう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 、あの前までと同じとこおるんじゃあかんのかな。ろうそくを7つ目に取んのか。ソングオブマナーどれぐらい広がった。あ、広がるね。結構エリア広範囲やな。ちょっと待って、でもちょっと待って、死ぬ。ありがとう。うわちょっとやばくね。いやちょっとパワーがない。あかん、これはあかん。ちょっともう一回練り直そう。やり直すか、これ。いや、15分なんか全然残らへん。花一問目がつらい。損後もな、クールダウンも。ほうほうほう。は？おい、なんかアイテム取ったんか、今。
え、こっからワンチャンあるかな。石の仮面あかん。こんなん取ってる余裕ないな、ちょっと。ソングオブマナー。まだチャンスあんのか。でもな、体力回復せな。いや、王冠とか取ってる余裕ね。ダメだ。終わります。ぐわー。よいしょ。これも死神チャレンジ今やってるってことは、まだ倒したことないの。それとも倒したことあるけど、倒したことあるけど死神チャレンジしてる人って何してんねんさ。それはなんでや。一回倒したらそれでええやん。いや、これほうれん草とかちゃんと取るべきやったか。ミスったな。ほうれん草。クリアできん。時間止めるか。時間止めて群れ突っ込む。それはええんやけど、肉は。肉どこ。肉くれ。ああ。くそ。肉がないと。腹が減って死んじゃうよ。肉をくれ。いや、この縦軸ってちょっと面白いけどな。俺がちょっと、うぬぼれとった。あ、でも肉なくても、じっとしとっても回復はしてくんか。焦らず食らわない。ちょ、待って待って、ちょ、待って待って。強い。ちょっと強いよ。これハイパーモードにせん方がよかったな。新武器とか見たいんやったら。ミスった。ただこれ図書館は相性悪いんか。縦に握れるところじゃないと。ティラギスなぁ。いや、これやったピラギスか。いや、でもピラギスとったん失敗やったな。なんとか。いやー、助けてくれ。死ぬ。マジで死ぬ。どうせ言うね。肉は肉。肉ないと死んじゃう。うわー。肉くれ。肉がね。肉が必要や。ろうそくまでは、ろうそく結構下やな。肉くれ。あー、死ぬ死ぬ。あー、終わった。終わる。終わります。そうか、そういやこのゲームな、15分残るのも簡単じゃなかったな。今思い出したわ。ダメとあかんかった。いや、補助アイテムも4つしかない。これ絶対無理やな。西の仮面なんか取ってる余裕ねえよ。よいしょ。アイテムはどこや。肉。せめて肉。OK。とにかくろうそくの近くまで行くか。うわぁ、群れや。うおぉ。こうして。なんとか15分だけでも無理かな。実績解除。まあでもどっちみちもう一回やるか。いやでも、実績解除できれば、この、キャラを使わなくても、よいしょ、ソングオブマナの進化系は、うわぁ、ただこれはエリア系やな。あの個数関係ないんだ。副車の輪とか使っても増えるわけではない。肉は出たよ。俺懐かしいな。死神チャレンジでなくなった途端また肉を追い求めてる。そういや、俺は肉言うとったわ。肉がないとやってられへんの。よいしょ。どこや。もうちょいか。ただ補助アイテムが揃ってないな。やばくね。あー、死ぬ。終わった。あー、終わった。終わった。あー、終わった。あー、終わった。あー、ペンタグラム。でもペンタグラム、いやー、死ぬ。ただティラギスはある。あー、ダメだ。じゃあ、ろうそく取りに行くか。やばすぎるもんな。ろうそく。ニコでもあと1分切ったから、もう死ぬ。もう、ああ、もうダメだ。ダメです。もうダメです。肉がないです。肉がないともうダメです。ろうそく取れない。ろうそくの周りをうろうろ。ああ、死ぬ。ああ。中ボスかこいつも。あ、ラッキー。
聖書ね。だからこいつはエリア系の武器で勝たないのか。エリア系の武器ってなんや。ルーントレーサーか。わからん。死にます。ニコ生の枠も変えな。ニコ落とせ。あーゴールドやった。終わる。あ、死にができた。やばいやん。ちょっと待てよ。いやもうこれもう終わりやな。やり直した方が手っ取り早そう。こうしてよいしょよいしょ。とりあえず枠変えるか。うぅ、失敗した。調子乗ったな。ちょっとスコールをマニアック取るのはもうちょい余裕出てからやな。まだ俺には早かった。オラには早かった。こうしてと。ほんでよいしょ、こんな感じすると。じゃあ、いやーこれくそー、うぬぼれが生んだな。ろうそく取りに、取るだけ取って死ぬか。いやーこれ無理だ。ほうれん草ほうれん草ほうれん草開って、いやー肉がいるよ。あれ上から、えこいつ画面外にやったらまた別のとこから湧いてくる。恐ろしい。うわやばこいつ、なんか何体もおる気してくんな。うわ、いやぶち当てて笑わされんか。ちょっと待ってくれ、死ぬ。肉肉、いや遠いな。いや終わりだ、もう終わりだ。どうも。いやあ、15分残れる気がしないよ。ソングオブはな。ああ、中ボスか。中ボスね。いやあ、死ぬ。肉がないと死にます。すごい群れてはる。いやあ、ソングオブはなんかいつまでだって。ああ、死んだ。死神がめっちゃ硬い。3分超えて、ああその時はね、まあ俺も浅い知識で喋るけど、3分超えて倒されへん時は、なんていうか、はめ具合が甘いというか、死神が硬いわけじゃないと思う。俺は今別の死神に追いかけられてる。いやー。死ぬ死ぬ、終わりか。なんとか気合で15分無理かな。肉次第か。もうちょい縦に、いやー翼後回しするか。こういって、うわー、あ宝箱、いやー取りに行きたいけど、くそー、どうやって取りに行くな。こっちからこう回り込んで肉落とせ。よしナイス、でかいでかい。うわあ、群れきた。こうして宝箱ゲッツ。ベスポジは俺のアーカイブ見てくれたらわかるで。5分経ってまで直せない。え35分いった。えマジで、35分台までいったら、どうやって生き残ったんや。敵がうまくはまったんか、その、なんていうの、別の意味でというか。敵がうまくはまったか、ちょっと別の意味ってのは悲しいけど。なんていうの、ちょっと待って、これ敵強いな。35分台で倒したんや。へぇ、ちょっと俺とはちゃうパターンや。めっちゃ食らう。俺はあっさり、32分台かな、彼敵倒して、35分台まで生き延びたらパターンやけど、そういうパターンもあんねや。おめでとう。
え、5体とも残ってて、普段なら3分以内。これすごい、何遍もやってんだよな。え、そういうパターンもあんねや。それは知らんかった。いや、アーマーの本社、アーマーの方が欲しいな。だから無理やんな。いや、なんとか根性で15分いこう。絶望的な状況やけど、いやー、きつい、厳しい、相当厳しいけど、いやー、なんとか15分いこう。こういって、うー、助けてくれー。ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草、スペルバインダー来ねー。あとく、あー、あー、ろうそく取る順番、あー、終わってるな、終わった、あー、終わる、ありがとう。あー、15分登られへんかった。復活やあれへんの、そっか、ティラギスがあったからか。あー、終わる、終わる、だってこれどうしたらいいの。終わる、終わります。えー、終わる、むちゃくちゃ終わる。あー、逃げ場がない。すごい追いかけてくる。ダメだ、終わります。むちゃくちゃポコポコ置かれてる。ダメだ、いやー、終わった、ありがとう。あー、今画面に死神が6匹おる。そんなことあんねや。え、一体倒して死神が6匹おるってことはさ、え、もしかして37分だよ。あ、じゃああれなん、その、死神の、死神チャレンジってよりかは、最長記録狙ってんの？俺じゃあ35分15秒抜かれたな。結構俺いい線やと思ったのに。37分30秒生き残った。マジか。やっぱさ、死神、難しくなってるというか、むしろ簡単になってんのかな？死神チャレンジ。うわ、それのアイテム構成気になるな。どうやっていったんやろ。ちょっとハイパーモードは俺にはまだ早い。そしてこの呪いも取らずに、15分残ってなるべく進化。ポップ屋で、酪農場ノーハイパーでいこう。オッケー。これでまずは緑経験値取る。いいよ。無知、魔法の杖、無知で横、無知で縦横もいいのかな。いやでもな、魔法の杖っしょ。いやでも魔法の杖やったら進化前提やから、進化がないのを 取るってのもありか。いやでも空白の書は欲しいもんな。魔法の杖だろ。とにかくまずは経験値。いきなり食らってるね。絶賛食らい中やね。うーん、斧なー。でも斧の進化ろうそく、いや届くか。斧ろうそくは後で取るもんな。いいよ、いいね。まずは経験値を集めよう。ろうそくできれば7億円で欲しいかな。いやでもそんな余裕はないか。もう6枠目で取っとくか。6枠以内で。ありかもしらん。あ、ろうそくも取っとくか。うん、取っとこう。ろうそく取っといて。ほんだらろうそくの強化に右下に行く。またね。まずはその戦法で行こう。よいしょ。ぶち当てて。アイテム、まあ肉か。肉は今いらんかったな。よいしょ、なんか来たね。こんなやつらはもうほっといて、引き寄せの石取るか。いやでも取っても知れてるか。でもまあ取らへんよりかは取るやんな。よいしょ、取ってさらに右下に、ティラギス、ソングオブマナ、斧。いや俺斧が結構強いと思うねんな。ろうそくも取ったし、斧でいこう。斧をまずデススパイラルにする戦法。
だそれってもう死神やったら満たされんねんけどな。最初からデススパイラルやから、それをなこのポップ屋に求めてもしょうがない。おのおの個性あるんや。よいしょ、こいつらまとめていいね。ソングオブマナでだもっと早く右下行きたいか。ろうそくは欲しいもんな。うわー、ソングオブマナとろうそくやったらどっちやろな。でも 100% アップと 10% アップは全然ちゃうよ。いやでもな、斧にもかかるしな。まあソングオブマナ行きますか。いいね、エリア 100% アップはええな。倍ってことやな。あ、え、これ踏んだら作動するの、もしかして。あ、違う、うん、ようわからんな。一瞬わかった気になったけどちゃうかった。よいしょ、ろうそく遠いな。もうちょいちょっとスピード上げなあかんか。ろうそく遠いっすわ。とにかくぶち当てて経験値取りながら、よいしょよいしょ、いいよ。斧もな、適当に雑にダメージ与えれるから、これとりあえずアイソ振りまいて、ほっぺ屋がアイソを振りまきます。とにかくぶち当てる、いいよ。よいしょよいしょ、経験値集めつつ右下へ。最初のうちはな、ほんま早くレベルアップして安定感ある感じにしたい。空白の書やな、これは。ギャッツ。いいよ。うおー。花一問目ね。これ出るか。出た方がいいよな。無理に付き合う必要はない。こうして、いいよ。この中ボスにダメージ当てつつ、右下に行こう。よいしょ。とにかく、私は右下へ行きたいんやけど、ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっとどいて、うん、囲まないで、囲み取材 NG。 うわー、副車のわー、とってもな、斧と魔法の杖にはかかるけど、ソングオブマナーにはかかれへんか。あー、ライトニングリングを取るつもりもないし、ここは斧で行こう。よいしょ、斧はな、あの確実にデススパイラルにしよう。15分、いや30分残るぞ。ノーマルモードやしな。あ、やっぱ踏んだらたまに初作動すんねん。それはじゃあ警戒しよう。ちょっと暗いすぎ。いや、とりあえずろうそくまで会いに行こう。経験値もらいつつ、よし、よいしょ。何の音や。トロコスタート。あー、結構したいな。踏んだら赤か。よいしょ、いいよ。スコルはマニアックないフル。どうしよっかな。あー、武器だけで完結するルーントレーサー取るか、取るか。ナイフ、いやー、ルーントレーサー取っとくか。取ろう。スキップでもよかったかな。ルーントレーサー失敗か。でもお世話になったからな、死神チャレンジで。むちゃくちゃ世話になった、ルーントレーサー。これなるべく踏まへんようにと。こういうのもなんか悪魔城ドラキュラであんのかな。踏んだらなんか、罠作動するみたいな。俺は元知らんから何もわからんけど。よいしょ。とにかく、ぶち倒して、それ若干左右への移動が心配やな、やっぱ。上下に、はいいんやけど。これとかも使って、あ、なるほど。このキャラやったら、左右はトロッコを使うんだ。そういうためのトロッコやった。ポッペア自身は上下で、トロッコで左右。それで補うと。ろうそくは右下。いいよ。とにかくぶち当てて、
あのこいつ宝箱落とすねんな。いやーまあ取るか、取っといてろうそくね。ええやん、スペルバインダー。じゃあ武器は聖書やな。スペルバインダー取る、行こう行こう。ほんだら、うおいいね、必要なったか、必要なっとったら嬉しい。よいしょ、こいつらぶっ倒して。なんかえら余裕あるな今な、この時間全然敵おらん。え、敵がいっちゃん最初みたいにおるへんの、なんで。よいしょ、ろうそくはまだ右下か、ぶち当てて。ちょ、敵ちょっと強くね、タフやな。右下行ってと、経験値になったらもらいます。経験値だけはもらう。どこや、もうちょい、ろうそくこの下か。いやちょっとやめて、囲わないで、こうしてと。ここかな、おそらく。よいしょ、 OK OK OK。 ただこいつらおんやんな、ですよね。あ、でもまっすぐ行くか、ここのこう行って大阪。あ、ちょ、死ぬ、危ない危ない、マジか。これで、いやちょっと待って待って、うわー、嘘、取りに行かれへん、なんで。うわー囲まれた、うわー二重で離れてもんね、なんじゃそりゃ。え、どうしよう、魔法の杖やんな、交換とかな、可能性あるけどな。孫悟空、じゃこれ中ボスか、待て待て待て、いやこのままじゃマジ。ちょっと逃げて、ろうそくだけ取ろう、拾う。ちょ待って、めっちゃ食らってんな、俺だいぶ下手か。いやー待てよ、中ボス、青い中ボスおる。これこっかな、戻ってく感じかな。とにかくこうして囲まれへんようにして、いいよ、グーク。経験値もろもろ集めつつ、緑経験値、うわー宝箱とか欲しいけど敵が邪魔だ、どいてくれ。こう言ってなんとか、私の宝箱。空白の書か、なるほどね。孫悟空はな、いいよ、とにかく。うわーこの敵を蹴散らしてもうて、あーちょめっちゃ食らってる。うわー出た、ルイージや、ルイージ来た。あー経験値集めて、どうしよう。ロウソク、ティラギスが進化素材の可能性はあるのはある。でもなー最低限強化せんとな。ステルバインダーで聖書、ティラギスが進化素材の可能性あんのかな。いやまずはロウソクあげるか、うー、まずは強くせんと。15分残られへん、うわー見てはるね。とにかく左上に戻ってこう、あっこ行って、ぐわーっ、よいしょ、やばやば、はっ、いやーちょ肉くれ、肉は必要や、肉をください、お願いや、許してくれ、肉を、肉をください。よーし、肉がないっすね、やべ。とりあえず移動して。肉と引き寄せの石欲しいな。さあ、肉が出ねえ。肉、俺の前に現れてくれよ、肉。待てよ。あ、ちょい。やばい。こいつはタフや。あかん。嫌です。いやー、ちょっと死神来てるな。待てよ。うわー、近い。どうしたらいいや、この周りぐるぐるでいいんかな。
緑経験値もらってこの周りをぐるぐる。いやそんなことしても意味ないか。こうして中ボスが下におるけど、うわ今このタフなやつは緑経験値落としてるか。助けてくれお助けを。いやこれ15分持つか。俺がちょっと強化サボったかな。宝箱ね、あの宝箱は私のです。ろうそく、ろうそく、あ、これで消えた。時間経過で消えたよな。あいつどれぐらいおったんやろな。宝箱私のやのに、もうどいてよ。なんでどいてくれへんの。よいしょ。いやちょっとやばいな。やば、上から来るのなしやって。やば、いやつらい、めっちゃつらい、むちゃくちゃつらいな。アイテムは、せめてアイテムでもくれんとすごくつらい。緑経験値と宝箱、いいよ。斧をデススパイラルにしたい。いやー取ってまうか。いつまたいいね。ルーントレーサー取ったの失敗やったかな。ほうれん草取っとくか。ダメージアップを図ろう。いやー、うわー囲まれた。あーつらい。あーこういって移動しもっていって陣取り経験値も取ると。いやちょっと一発でやられてくれんかな。総合もまだ範囲広いけど、いやダメージがあんま入ってない感じすんな。やべえ、どうしよう。うわいやつらい。なんとかアーマーに会いに行きたい。いやーちょっと頼む。15分まず残らして、そして進化素材試させてくれ。あーつらい、むちゃくちゃつらいよ。ちょっと俺は白いところ、白いやつがおるところに逃げていこう。見てくれ、白いやつは倒せてるからこの孫悟空罠で。緑はあかん、緑は幼虫。とりあえず駆け上がって、アーマー、アーマーに会いに行こう。いやでもほんま経験値集めながらじゃないと自利品になるか。あそこに赤経験値ある、よこせ。よいしょ、ソングオブマナやな。いやいやどうだ、クールダウン、全部のクールダウン減少も絶対的に強いけど、ソングオブマナ珍妙、自分の武器を。ちょっと待って、でも数多すぎる。あ、終わったかも、終わった疑惑。じっとしてればいけるか、じっとしてればいけんのか。頑張れ。あーじっ、あーダメか、あかんかもしらん。いやー苦しい、すごい苦しい。いやーなんとかさ、肉は肉捨てればいいんだ。あ、来た、聖書おせー、やっと来たか。待てよ、上のアーマーを6つ目で取る、あと7つ目か。きついな。じゃあもっと経験値取りに行かなあかんか。でも難しいねもう経験値取んの。今後もまだぶち合ってるけど、いや苦しい、囲われてる、相当囲われてる。宝箱もろて、三つまたいいね。ここに来ての上振れ、もうこんだけ上振れたらさ勝たしてくれ、頼む。私を連れてってレベル、待てよ、ナイフはいらんか。ほうれん草、いやほうれん草いるよな、ダメージアップ。でもソングモアの強化しよう。私はここに
ソングオブマナーを進化させにやってきたの。十分強いから。愛の加護、クローバー。いや、これはそれぞれ対応するあれがちゃうから。無知は取らへんな。リロル。ソングオブマナーかな。取って、いいよ。進化素材は何やろね。とにかくこの上下には強いけど。いいよ。気持ちよく経験値稼げてるよ、今は。今のうちしっかり稼いで。ソングオブマナーレベルマックス。やっとこう。あ、ペンタグラム取ってもよかったかもな。いや、まあ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 。ほうれん草あるし、炎の杖でもいいか。エリアデッキを組むなら、聖水がいいか。経験値はいっぱい落ちてる。魔法の杖。いやー、魔法の杖かな。よいしょ。とにかく経験値を集める。いいぞ。今のところは生き残れてるよ。よしよし。いや、これ結構安定したんちゃう？ 15 分はいけそう。少なくとも。クロックランセットはとらんかな。空白の書、強いけどな。聖書。クールダウン。やって、ソングオブマナー強化やったかもな。判断ミスか？まずは生き残りたい。さあ、これ石の仮面と王冠取るか。これ候補やもんな。ソングオブマナーの進化素材候補。王冠。これだから王冠と、今だから石の仮面取って、あ、ティラギスでもいいけど。ほんで、あとはアーマーとか翼とって、どれが進化素材かを試したいな。そこまでいけるかな。いや、てかもうじゃあ今のうちに、引き寄せの人は違う。ブレイサーも違う。魔法の杖。今のうちに取りに行かなかったな、アーマーまで。じゃ行くか。アーマーに会いに行こう。打ち当てて、この中ボスみたいなやつおれへんか。あいつおったら、宝箱落としてほしい。このなんか火吹くやつの、火吹く竜みたいなやつの、と中ボス版おれへんか？いてはれへんな。とりあえず北上して、ま、あの、方角わからんけど。とりあえず上行ってと。よいしょ。もろもろ経験値得つつ。よいしょ。いや、もうちょいスピーディーに行くか。これぐらいの速さで行っていいか。うわーって行って。よいしょよいしょ。左上やんな。この上か？お、もうちょい。あともう一個星のアイテムを取れば、心置きなく、アーマーが取れる。中ボスは16分で現れるのかな。よし、わー来た。中ボスやん。ド中ボスやん。中ボス、中の中ボス。緑経験値もらって、いやー。いや、あの緑経験値も欲しいけどな。しゃあないか。取れる経験値取ってって。翼はどこやねん。あ、翼ちゃうか、アーマーか。どっちでもないけど。緑経験値もらって、あー、食らった。いやー、ちょっと、欲深かったな、今の。こうして、ルーントレーサーも地味に活躍してくれてんのかな。まだ斧、いやー、くそ。リススパイラルにしたら安定しそうやねんけどな。あれ、どこあんの？もうちょい、もう一個上か？ないな。いやー、ちょっと死にたくはないよ。頑張れ頑張れ。緑経験値に変えて。あー、スコローマニアックを取る余裕はない。よいしょ。スコローマニアック以外やっとけば、スコローマニアックって確定するもんな。さあ、17分。どうだ？アーマーどこや？だから翼かこれ。じゃあアーマーやな。うわぁ。右行きたいんやけどな。右行けねえよ。右行かしてくれ。
私は右に行きたいの。うわあ。なんとか空いてるところ行って魔法の杖よしよし。ちょっと待って。プレイバック。ニコラも枠返せなか。ああ。ちょっと補充アイテムもう一個欲しいな。そうしたら心置きなく、いや空白の章を取るか。あのアーマーを今取んのもったいないよな。かといって、ああまた経験値集めるか。アーマー見えとるけど、アーマーじゃねえ。スペルバインダー。いいよ。やれるだけ。もろもろやって。経験値結構入ってるよ。クローバーペン、オノやな。俺はオノを信じてるから。ほら、一旦ニコのまま扱いするか。ああ。翼アーマー違う。一旦、よいしょ。一旦消灯しよう。消灯して、よいしょっと。ほんだら、よいしょ。番組作成して頑張れよ。重いやろうけど頑張れ。こうしてこうと。よいしょ。よし。ほんだら水分を取ります。水分取って再開や。15分は残れた。これあれやんな、他のキャラでソングオブマナーが使えるようになった。ソングオブマナーはどうなるな。補助アイテムいかんによっては、いやでもな、有益な補助アイテムのが進化素材になってるのはもうあるもんな、パターンとして。だからやっぱ死神チャレンジに使えるほど強くはないんだな。よいしょ。とにかく落ちた緑経験値を全部もらう。私のです。おの、いいよ。出た、花一問目。え、中ボスどこや？中ボスは花一問目。おのやな。え？中ボスおらんパターンあんの？うわぁ。あ、これか、中ボス。いや、あ、よしよしよし。Get you.これは聖なる杖、オッケー。いいっすね。早く6つ目の補助アイテム欲しいな。いや、もうこれスポルを間に合って勇気出していっか。いや、今は、とりあえず、斧でデススパイラルになるようにしといて。うわぁ、経験値緑まみれや。嬉しいっすね。経験値がいっぱい取れるのは、いついかなるとき、いや、死神チャレンジを除くやな。スペルバインダー、5。いいよ。とにかくもろもろ集めよう。経験値がっぽりがっぽり。もうな、ルイージが出る心配ないもんな、一回出たから。よいしょ。すごい集まるやん。空白の章。いや、ちょ、アーマー以外来まへんかな。アーマー以外歓迎やのにな。今補助アイテムお待ちしてますよ。そう、あ、とりあえず経験値を集めるけど、ルーントレーさんも地味に活躍してんのかな。そうであってほしい。石の仮面来た。よし、ほんだらこれでアーマー取ろう。アーマーもろて、オッケー。ほんだら次はバサバサ翼、妖精の翼取りに行こう。いきます。肉一応取っとくか。今食らってるし。よしよしよし。もろもろ緑経験値を集めながら行こう行こう。ぜひとも。翼ね、チカチカすんな。物がすごい。ルートレーサーは進化せえへん。空白の書。いいよ。とにかくぶっ倒して左下に行くんや。なんとしてもな。うわ、若干巨人タフか。うわー。もろもろ頑張れ。
いやーちょっと動かれへんか。動くん若干怖いな。左下になんとか歩みを進めないと。翼に会えない。私の翼に合わせて、翼ちゃんに合わせてちょうだい。よいしょ。ここでルーントレーサーポコポコはめれる可能性あんのかな。ほうれん草あるからといって炎の杖を取る必要はない。炎の杖、あでもじゃああと1個の武器何にするか問題やな。ろうそくで斧、空白の書で魔法の杖、スペルバインダーで。シナジー取るなら炎の杖、あーまあ取るか。いや取らない、あくまで取らない。まだ開けとこう。もしかしたら骨来るかもしれないしな。骨のあるやつが来るかもしれない。そしたら彼を入れてあげよう。まあ副車の輪はないけど。以上。とにかく左下に行こう。なぜか私の大好きな翼ちゃんに会いに行かして。うわー巨人来た。巨人ね、終ボス。ボコ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 。ほうれん草ほうれん草ほうれん草、落とせ宝箱。さあ来い、デススパイラル来い。よっしゃ、これで私も死神を。肉取る必要あるか。一応取っといて。いいっすね。うわーっとこの内側から広がる何か、ふわーっとポコ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 倒して翼に会いに行こう。翼はまだ遠いな。ちょっともうちょいがっつり左下行かんとあかんな。デススパイラルも取ったことやし。なんか踏んじゃった。左下へと歩みを進めよう。よいしょ、こうしてとにもかくにも左下。いいよ、道中でなるべく緑経験値を嫌いな。出たー、中国か。どうも。よいしょ。今これは、一番新しいキャラ使って、一番新しいステージで、でもこれは今ノーマルモードかな？で、俺がやろうとしてることは、このこいつの専用武器の、ソング・オブ・マナっていう、武器の進化を探してる。よいしょ、左下に行こう。あ、遅っ、使えてんの新武器。あ、いい感じ。新武器この縦にな、ふわーって。よいしょ、これとな、この新武器とさ、あのパンダの武器やったらすごいなんか春って感じやでな。春感が出るな。よいしょ。だからか新キャラはちょっと季節をテーマにしたいな。取るのは、もう炎の杖取っちゃうか。このメンツやったらもう取っちゃっていいか。炎の杖、炎の杖、久しぶりやな炎の杖使う。よいしょ、いいね。あ、中ボスや。まあ、こうなったら安泰かな。めちゃくちゃノックバックしてるやん。あれやろ、中ボス。うん、ほうれん草とのシナジーあるでな。これで、まあ、ルーントレーサーは進化せへん武器やけど、まあ、今のところな。ソングオブマナが何かしらと反応して進化してくれたら嬉しいんやけどな。寄生書取る。よいしょ、バサバサ翼、妖精の翼、背負いやすい、背負いやすいすよ、背負いに行く今からね。これ8つ目のアイテム取れるやんな多分。よっしゃ、ほらもらおうか。 OK、いいっすね。
じゃあ、ここの爪もいきますか、貪欲に。引き寄せの意識。なんか、どれかにソングオブワナこうしてくれんかな。可能性があるのは、王冠、石の仮面、アーマー、翼。貪欲に行くわ。9つ目の。まあ、ベストはな、ろうそくもさ、7個目で取って、アイテム10個取るやけど、ちょっとそれは怖かった。ルーントレイサー。貪欲に行きますわ。でも結構遠いねんな。引き寄せの石が。結構遠いんすよ。いやー、これでな、中ボス倒した時の宝箱で、ソングオブマナが進化するかどうか問題。これで進化せえへんかったら、残すはキラギスとスコルオマニアック。スコルオマニアックなんかな、わざわざ新アイテムに出たし。そしたらこの武器を進化させるのに難易度上がるってのは、それはなんかちょっとおかしい気がする。やっぱり俺が今取ってるどれかであってほしい。炎の杖。移動し続けるの経験値もない。そうやね。ただ、ソングオブマナ自体はもうレベル8やね。で、あと、道中でさ、磁石取れればさ、オールオッケー。それはちょっと甘い。楽観的すぎた？道中で、磁石さえ取れれば、全部チャラ。よいしょ。あ、中ボス来た。こいつはちょっと注意しよう。マークして、意識的にこいつの下に入って、一瞬こいつの部下やと思わしといて、ポコ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 。こいつ結構強いな。やるじゃん。炎の杖。さあ来い。進化系来い。ってことは、あれか。わあ、このどれでもないのか。王冠でもなければ、石の仮面でもなければ、アーマーでもなければ、翼でもないのか。俺多分レベル8にはしてるはずやねんな、トンボブマナ。ってことは、スコルオマニアックか、なんや。ティラギスかか。ティラギスってなんなん？なんでティラミスじゃないの？ティラミスの本場の発音ってティラギスなの？なんか翻訳でティラギスって書いてある。あれはなんでや。よいしょ。いやー、これ間に合えへんかなー。まあ、あれ取ったとき整数は別にあるわけじゃないしなー。判断ミスか。今からでも戻った方がいいかな。いやー、遠いもんなー。ああ、答え知っとんねんな。まあ、それは新武器知ってるってことだな。新武器の強さを知ってるってことは答え知ってる。イタリア語。なるほど。なるほどね。だからまあ、語源というかまあ、一緒やけど、ちょっとちゃうな。イタリアなんや。なるほどね。図書館にあったさ、世界地図の中心がヨーロッパっぽかったから、ヨーロッパが舞台なんやなと思ってて、イタリアなんや。いや、これ遠いか。今からでも戻るべき。いや、ほら行こう。ワンチャン狙う。マジか。進化せんかったか。これじゃあもう一回、ハイパーモードじゃなくてノーマルモードでやるか。やっぱハイパーモードでスコルをマニアックなの無理くね。まあ無理なことはない。まあキラギスかもしらんしな。聖書。これだからこのキャラ使うんやったらエリアデッキがいいか。うわうわうわ、なんかすごいよ、なんかすごいことなってるよ。とにかくポコポコ倒して中ボス。いやー、これもうちょっとちゃんと経験値集めるべきだったかもな。これだって間に合えへんよな。間に合えへんな。もう戻るか。今からでも戻るか。どうしよう。ブレブレやな。ブレにブレてる。今からでも戻るか。経験値集めよう。
経験値欲しいもん。私のやもん、経験値。返せ。てかもう誰も取ってないけど。よこしなさい。そこどいて。私のです。うおぉ。ルーントレイス。ああ。と、落としてくれたね。翼かーってことはやっぱちゃうんやな、ほんまに。ほんまにちゃうかったんかい。とりあえず赤経験値集めて。聖書。聖書進化させたらなー。もう、あとはじっとしとけば良さそうやけど。それまでは若干不安やな。さっき王冠取るか。今、炎の杖でな。炎の杖。また踏んじゃった。踏んでまうね。炎の杖。てかまあ、どれが進化してない？どれ強化したら別にええか。いや、と言いつつ炎の杖。一応ね。ここまで来たら感じ30分までは行きたい。ルーントレーサー。いけいけ。ルーントレーサーできれば副車の輪欲しいやんな。このデッキにはあんま会えへんのかもしれん。てかもうこの王冠とか石の仮面とかは取らんでいいから、その点次はもうちょいうまくやるよ。よいしょ。とにかくぶち当てて、ぐーっ。ルーントレーサー。まさか全部レベルアップしきらんとかな。あ、来た、巨人。巨人ようやく来たか。これ飛んでまうかな。王冠。うおぉ。はっ、今取ったん、このアイテム。全然気づかんかったけど。え、宝箱落とさんかった、アイテム。あれ、中ボス巨人どこ行った。もうわからん。いやー、ちょっと物多すぎるわ。突っ込んで死ぬんだけはやめような。それだけはなしやね。いやとりあえず勝てるのは勝てるやんな。石の仮面、いやーまあわからん。なんだって言えば勝ちは勝ちでしょう。ここまでいったら、いったれいったれ。とにかくぶち当てて、これじゃあラスト、この孫悟空マナーを進化させて終わるか今日は。いやーでもなー、フォローマニアック、いやーまあどうしようかな。まあまあまあ、これでもボーンなって終わりやな。 OK、 よいしょ。最後に意地の、あーあー、ゲームオーバー。あれ、あそこ持ち前の復活か。ボコられるよー。しゃあないな。新しいアチーブメント、アチフメント、これでダメージはデススパイラル。うんうんうん、まあ、これだけ見てもようわからんな。アマウント、スピードが意味ないんやな。量が増えることもないし、スピードってことは、ブレイサーやな。ブレイサーと、ワーが意味ないと。なるほど。残りの補助、進化素材になりうるのは、マジで、スコルオマニアックとギラギスだけ。じゃ、スコルオマニアックを取ってもいけるくらいの、あれでいきますか。いや、待てよ、死神で入って、ソングオブマナー取るパターンでもいくか。じゃあ、それで一気に、ハイパーモードスコローマニアックで行ってみるか。ちょっと難易度上げてやってみるか。それクリアして終わるか。あれ、一個しか上げられへんけど。最大まで上げられへんけど、気持ち、一個難しくして。よいしょ。気持ちね。ポップやごめんね。やっぱレッドですかな。
レッドです。修羅場ハイパー行きますか。ほい、よしよしよし、動くん早っ。斧取らない、ナイフ、ナイフ取るか。でも指輪とブレイサーいないんやろ。あえてのニンニクでいくか。久しぶりのニンニクかます。いやでもニンニクもな、これまさかのリロールするか。弱っ。下振れスタートやな。まあ、ティラギスか。激ヘチョやん。激ヘチョはやめてよ。なんかな、なんか微妙じゃないか。どうした、なんか微妙なんですけど。ルーントレーサー、いやーほんまか、なんか激弱な気するな。未来がなさそう。ちょっと待って、こんなことある。なんか武器も素材もすごい下振れスタートな気するな。気のせいか。聖水、まあとりあえずろうそく取りに行くか。よいしょ。引き寄せの石これ使って逃げよ。引き寄せの石から逃げます。早っこの死神。引き寄せの石から逃げてる。さあ危ない危ない、ガーッと。引き寄せの石からあんだけ逃げれんねや、初めて知った。これ今最速なんかな、全キャラに。さっそうと駆け抜けるね。ティラギス十字架、なんかさ、なんか弱くね。なんかめっちゃ弱いんですけど。ソングオブマナ、いやーこれソングオブマナ取られへん可能性あるから、ソングオブマナから行くべきやったかな。こんな気もするな。めちゃくちゃ判断ミスをしたのかもしれない。ろうそくは欲しいな。よいしょ。駆け抜けるね。死神。さすがの速さや。俺はこいつに22回も殺されてるからな。よいしょ。だからまあ厳密に言うと23回目もやられてるけど。まあまあ、死神チャレンジは一匹倒すが勝ちや。激甘ルールや。いやなんか弱いな。俺の目が節穴なだけか、なんか弱い気しちゃうな。なんでやろ。よいしょ。ふぅ、もろもろ倒して。これもスポルオマニアックを取らなあかんねんな。やってもうたな、引き寄せの石とか取ってるけど。激ヘト疑惑。ふぅ、経験値集めて。やば、ろうそくは右下。よいしょ、こういって。いやーなんこれでいけるのか。もっとなんか聖書とかでもなかったもんな。嘘、激ヘチョじゃないか。なんだか激ヘチョな気がする。やばいと思います。うわ、経験値もろて。もらえるだけ経験値はもらうけどさ。なんか全然いける気がせん。なぜだ。聖水、聖水進化さすか。それでしのご、頑張れ。うおー、食らいたくねー。早すぎて自滅してまうな、マジで。魔法の杖、いいよ。ろうそくを取りに行こう。まさかろうそく取っても斧で進化はできへんのか。でもろうそくはエリアやからいいよな、相性的には。どうしようかな。武器を、まあまあまあ、ろうそくね。これみんな花一問目してくるな。
このステージの敵は。ペンタグラム取るか？ペンタグラム。いやー、いや、取らんかな。引き寄せ。宝箱取って、むちゃくちゃ引き寄せるやん。デススパイラルがあるとはいえ、若干不安やん。よいしょ。やっち。ひらう。ほんだら、そうね、左上行くか。とりあえず。引き寄せの意思を。捨てるバインダー。いいっすね。持続時間。いや、取りに行く必要ないか。ここで経験値集めよう。それでいい気がする。わざわざ右上まで行く必要ないか。ここでうろうろして経験値を貯めよう。聖書いいね。いいっすね。やっと安定してきた。あとはスコローマニアックを取る。それだけか？スコローマニアックと空白の書や。これで多分進化できるはず。これトロッコってもう何番、何回も使えんの？画面外に行ったらまだ湧くのか？お、来た。いいっすね。あと1個はスコローマニアック。あれ湧くってわけじゃないのか。どうしよう。いやー、なんか安定感ない気するな。若干怖くね。スペルバインダー。孫悟空は取らなあかんねん。うわ、そこっから下振れたら孫悟空は取られへん。俺やらかしてるな。ソングオブマナって出にくいのか。ミスったな。もしかしたら骨ぐらい低いのか。でも進化素材あるってことは、俺が単純に引きが弱いだけか。嫌やな。頼むわ。現れてくれ。現れない。精神。いやー、魔法のせい先やったかな。わかんねえ。とりあえず経験値はもろもろもろで、落ちとる経験値全部もらい。ろうそく。ほんで、あれ経験値、あ、こいつ中ボスか。中ボスはいいっすね。いいよ。とにかくノックバック。よし。お、ごまた来たー。ええやん。シンプルごまたはいいね。現実世界でのシンプルごまたはあかんけど、このゲームにおいては OK です。ほんだらどうしたらいいんや。とにかく孫悟空を使わんとあかんっていうことや。それは分かってる。こっちは俺強すぎんのか。なんかめちゃくちゃ経験ちゃうな。みんな経験値とか貸してんの。集めよう。でも結構取りこぼしちゃないのか、俺。経験値。あー、スペルバインダーも取りたいけど、でもさっき進化狙うか。いやー、どうやろな。どっちが優先やろな。てかこれ、やばいでやばいか。本業ボーナー引かれへんな。おい、今何してんねん、これ。死神で無双してるだけや。ストーンゴブマナとスコローマニアックは引かれへんかったら何の意味。ミスター、調子こいた、ケタこいた。デケデン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 。あー来た。うわ、ワンチャンある。頼む、スコローマニアック来い。君だけが頼りだ、スコローマニアック。ファンです、握手してください、スコローマニアックさん。どこでうろちょろしようかな。どこがデスポジなんや。ようわからん。適当にうろうろしとるな、今の俺は。まあ、このトロッコをひたすら使うとかっていうの手か。こうして復活してるな。聖書いいよ。ここで、ここにじゃあずっと俺、
ここでずっと左右に行っときゃ、よしよし、トロッコが常にあるから、あれない、常にあると思ったらない、中ボスどこだ、え、こいつ来るってことは中ボスおるんちゃうの、あれは中ボスおらんけど、このクラゲ、クラゲ花一問目、いやー、でも制限値はいっぱい、あー中ボスか、こいつ中ボスか、待てよ、ニコ生があと1個、よしゲッチ、3つまたいいっすね、さらっと嬉しいな、うわー来た、オッケー、これであとはソングオブマナーを進化させ、そして生き残る、よしよしよし、ええ感じや、ええぞ、あとはほんまボンミス戦こと、聖書か魔法の杖か、聖書かな、聖書使って、経験値集めよう、よしよしよし、とにかくぶち当てて経験値集めさせてもらおう、聖水、よいしょ、いいよ、一旦ニコ生のバッグ変えるか、よいしょ、あ時間止まった、でも敵の群れがおらん、あこいつおさになった、あぶねー、ソングオブマナーちょっと引こう、待てよ一旦枠替え、とよいしょ、このまま行ったらな、このまま行ってくれたら見れそうやのに、進化系が、新キャラ使えた、新武器入れた、あとは武器進化だけやね、届くかな、この思い宿命やな、届けー、よいしょ、こうしてと、よいしょ、ほんだら茶飲んでと、あとまだ20分あんのか、ミスらずやっていきたいな、行こう、俺も死神右下に現れちゃったな、うわーやべ、もうルイージがやっぱりマリオよりでかいんだ、ルイージなだけあって、よいしょ、いやちょこれむずくない、あほうれん草取ってんけどダメージ弱いのか、やってもうたかも、ほうれん草必須かもしれんな、俺ミスったか、聖水これで進化させたいな、え、ほうれん草なかったらこれ次かな、いやだからマジでテクニックが求められるかもしれない、俺にテクニックを求めるなよ、俺なんかもうほんまに強い相手をねゴリ押ししかないやん、こんなもん、はいやった、はい倒されへん、倒されへんな、このメンツならろうそくかな、いや空白の書か、空白の書、よいしょ、もろもろ集めて、よいしょ、とにかくぶっ倒す、結局ファイヤーあんねんから、ルイージが邪魔してくるな、魔法の杖、ルイージはちょっと画面に何を捉えながら移動するか、だって急になんか現れるもんな、やべ、なんかブレ来てな、ブレ来てる疑惑、ちょっと待って、中ボスもおるけどちょっとルイージが怖い、聖書かな、いやーちょっとルイージ来てる、ガワー、ちょっと待って、どうしよう、いやーちょっと、もうこいつ早く兄離れせ、うわっ、あ倒しちゃった、よっしゃ、新キャラ、いやいや、あの、あもう飽きた、今これさ、あのソングオブマナの何だっけ、武器進化探してて、さっき試した、さっき4つぐらい試して、で残り2つが、ティラギスとスコローマニアックやってる。で、スコローマニアック取るってことは、ちょっと、なんか難しくなるってことやん。まあ、せっかくやから、死神っていう強キャラ使って、ハイパーモードでやろうかなって思って。そしたら、危うく、ソングオブマナーを取られへんところやってる。でも、無事取れたっていう。
ただ新キャラって、持続時間長いのかな。これ宝箱置いとくべきかな。単純な強さで言うと、どうなの死神とやったら。ただまあ、なんていうの、新キャラもさ、キャラがメインというかは、なんか武器の方がメインじゃない？気のせい。このゲーム結構さ、武器じゃない、武器ゲーじゃない。だからキャラに飽きるとかって、あんまなくない？なんか武器ゲーな気すんねんけど。いや、これ魔法の杖より先、本郷もまなかな。空白の書。キャラに飽きる飽きひんとかあるか？まああるか。死神をもうずっと使っとったら飽きんのか。よいしょ。結構武器ゲーな気するけどな。いや、これ宝箱置いとくかどうしようかな。武器進化に使うか。でも取るか普通に。いつまたいいね。こういうこともあるしな。どんどん取ってっか。まだ温存とか考えんでいいか。これ何やこれ。あ、孫悟空なんか。オーケーオーケー。これどこ打ったらいいんやろな。よいしょ。よいしょ。わかんねえ。適当にうろちょろしてるけど。それでええんかな。肉は左下にある。だ結構今強そうやな。ただ敵も強いかな。スコルをマニアック取ってる分。どうなったんだ、名前何やったっけ、あの女の子の方がチャンスあったんか。あの女の子で、スコローマニアックありでやるのと死神でやるとやるのやったらどっちの方が楽やったんだ。てか普通あれか、ゲーマーたるもの楽じゃない方を取るべきやった。死神使ったの甘えか。でもな、23回もかかってんでこの死神使わしてくれよ。俺はこいつを取るまで23回待って。そらこいつに一番愛着あるよ。聖書。いやーでもルーン、どうやな。まあ、とにかく経験値集めよう。いいね。引き寄せの意思レベル上げてるから結構集まってくるのか。それ嬉しいな。ろうそく。わっと。インチキおじさん登場。経験値集めが非常に楽。ソングオブマナー。いいよ。いいね。無双だね。気持ちいいっすね。ろうそく。アイテムも。結構とてまうな。肉。いやー、とりあえず敵がおるところに突っ込んで。よいしょ。引き寄せの位置あるからな。ソングオブマナー。早く進化系みたいな。多分このキラギスかスコローマニアックがあれば。いや、多分さ、キラギスじゃなくてスコローマニアックなんかな。いや、でも、ペイガンが言うとった大穴っていうのは、スコローマニアックとキラギスやったらどっちの方が進化素材っぽいかというと、また死神おるやん、ルイージ。スコローマニアックの方が進化素材っぽいね。だから大穴なんやったらあれかもしれん。キラギスが進化素材なんかもしれん。え、どうした？やっぱ踏んじゃった。あー、踏んでまた。どうしたあれって。あ、俺が死神倒したの知らん？もしかして時代遅れやな。もっと時代は進んでんねやね。死神倒されへんやつなんか、まあ、おらんしと言うちゃったら今チャレンジしてみよう。これ、ちょっと撤回し。23回目にして、死神を無事倒し。そして、俺は今、新キャラももう堪能して、今、新武器を、新武器進化を見据えたプレイングをしてるんですよね。よいしょ。もうあの頃の俺とは違うんや。すまんな。死神を倒せずくよくよしてる俺はもうどっか行った。断言しよう、今年藤波慎太郎は復活します。なぜか俺が死神に勝ったから。いや違うな、
俺が死神に勝ったから復活するわけだ。なぜか、まあ、たまたまやな。なぜかと言われればたまたまや。俺が死神を倒し藤波が復活する。なぜかたまたまです。魔法の杖、俺が死神を使ってるっていうことには疑問じゃなかったのあれって。え、なんか別の疑問あるの。魔法の杖、早く宝箱落としてほしいな。一刻も早く進化が見たい。ポコ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 、すごいっすね。さすがは死神。魔法の杖、スコルをマニアックあげたくね。なるべく最後にしよう。スコルをマニアック取って進化できへんかったらマジで辛いもんな。魔法の杖、今せっかくこのブイブイ言わしてるの。魔法の杖の進化は後回しにしたいな。さっきリオニクレーサー強化するか。うおー、中ボス現れてくれ。早く俺は進化を見たいんや。進化見してくれ。ポコ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 、いけいけ。とにかくここでうろちょろ。15作に15分か。待ってます。ルーントレーサー、いいっすね。死神もな、自分がやられたルーントレーサーを逆に使う。俺も今まで死神に散々変わられとったけど、逆にそれで勝った。ええやん。ルーントレーサー。中ボスどこ？まあ、まだか。あと10秒くらい待とう。準備に手間取ってんねやな、中ボスも。15分の中ボス誰やっけ？どんなやつや？おらんな。中ボスおらんくね。ドラゴンか、中型ドラゴンか。でもどこおるかわからんな。うわ、止まった。うおー、ならば経験値を集めて。うおー、とにかく動き回った。いいんちゃう。ひたすらに相手を経験値に変える。スコルをマニアック取ってからどうなるかやな。そこが心配や。ちょっと息ってハイパーモードしちゃったもんな。ルーントレーサー、いや魔法の杖も上がってまうな。上げとくか。いや、スコルをマニアック上げるか。そうしたらもうちょい経験値取れるようないかな。うおー、あ、来た。中ボス無常の天霊強いな。当て続けて、無常の天霊を当て続ける。うわぁ、さあ来い、ソングオブマナ来い。これか。あー、なるほど、スコルオマニアックか。なんて書いてあった今。なんなん、なんか呪いの歌みたいな感じなのか。お、え、ニンニク、え、ニンニクじゃね？え、上下じゃなくなった。あ、ニンニクの強い版？あの子、あの女の子の特殊効果は持続時間が長いんですよ。それでもずーっと倒せんのか。いや、さすがにこれスコルをマニアックマックスにしてもいけるでしょ。いや、ほうれん草ないから無理かな。まだ進化進化見れたな。よしよし、十分や、もう満足や。これじゃあ倒して終わるか。よいしょ。とにかくぶち当てて、次何やろうかな。もう平眼のニンニクやでな。うん、ニンニクの強化前、ニンニク立場ないや。ニンニクの進化系ってどうやったっけ。ニンニクの進化系で、
次ニンニクの上位互換やなこれ。ニンニク、ニンニクの進化系ってどうやったっけな。これはさ内側から広がっていってるからマジで自分食らう隙がないでな。強っ。これもうほっといて勝ちか。引き寄せの意思はあるし、うろちょろせん方がいいのか。もうじっとしとっか。どこで、あー時間止まった。うおーうおー、アイテムが湧くわけへんもあるもんな。とにかくぶち当てて左側にな、アイテム湧くもんな。ここに引き寄せの意思があれば、いやまあずっとそっか。もうだってほぼやれることやったもんな。あとは魔法の杖だけか進化できるんだ。だからじゃあこのバンパイアサバイバーズ今の状態で俺がやれることはまあ難易度を上げるって感じかな。あのゴーストを使うとか。でも一番難しいのはステージ3っていう認識でいいかな。緑の血を石。でも俺そんな難易度上げてガチ勢の動き多分無理やと思うねんな。多分弾幕シューティングみたいにマジでそのギリギリを避けなあかんやんな。難易度上げたら俺多分そんなもんできへんで。こう死神サレンジみたいにカジュアルに、あれカジュアルなんかしなくて、カジュアルにやったら楽しめるけど。だからまあもしかしたらヴァンパイアサバイバーズあれか、アップデート来るまでまたちゃうゲームすっか。あのペイガンにもらった別のゲームあんねんな。聖なる杖、オッケー。こういうもんでじっとしとっか。でもなんかじっとしてたらゲームやってる感ないねんな。でもなあこれ手塚ファントムやもんな。すごいやん。これはまあ範囲攻撃やから、まあ、死神チャレンジには向かへんな。まずスコールドマニアックやし。これでじゃあレベルアップするために A 押してっか。引き寄せの意識取ってるからな。経験値は溜まってるし、多分このまま30分いけるでしょう多分。今の状況でもじっとしてたら赤系ペンチ1個に凝縮されてくるの。画面外の一番、画面内の一番遠い赤系ペンチ分かれへんの。この状況やったら、まあ、左右どっちかに生まれんのかな。俺はじゃあもう残り A ボタン押すだけか。強すぎたな。じゃあ次はまた別のゲームやるか。リスをやってないから次のゲームのタイトルが全然頭に入ってない。ただあれフルスクリーンやから巨人いけるか。巨人無理か。いけるね。フルスクリーンやからあれやんな、多分スイッチだけやんな。ニコ生ででけへんこのゲーム。しかも俺はスイッチでやりながら、まあ、シングルモニターとは限らへんけど、いやもうシングルモニターで言い訳できへんな。スマホ見ながらチャット欄見ながら。そうペイガンおらんから聞かれへんねんな。あれどうやあのコントローラーなんかな。そのゲームは何にもからん、まあ、ヴァンパイアサバイバーズも何の情報もなくやって、最初はキーボードとマウスやった。だけどせっかくこのロジプールにコントローラー買ったから、やっぱこのコントローラーへはゲームキューブとかプレイステーションの感じのあのコントローラーたまらん。もう持ってるだけでな、このなんかこの感じがすごい。うおこれ動いた方がいいの。いやまあね、赤経験値はこの場合どこに湧いてんやろ。赤経験値1個に凝縮されて、これ見えるかな。頑張って探してみるか。ウォーリーを探せみたいな感じで。画面内に赤経験値あるかな。
あんなに動いとったらやっぱないか。湧くのは画面外か。固まってほしくないな。固まってこの新武器の実績解除なれへんかったらショック。やっぱ強すぎるわ。むちゃくちゃやりたい放題ビッグバンや。赤経験値は見当たれへんな。画面ずっと見とったら気狂うな。すごい。とにかくものものもの、群れ群れ群れ、密度が赤経験値は見当たらないっすね。時間来たら左右どっちかに動いて取るか。なるべくなレベルアップしとけばそんだけ金ゲットやな。今多分パワーアップの取る順番さえやればフォローマニアックも全部カウントできる気もせんこともないけど、初めて今のそのスコローマニアック以外を取ってる状態でスコローマニアック上げるのは結構お金いるもんね。だから一応な、あの全部のパワーアップできるようになれば、それすなわちなゴールドはもう十分やんな。まあ、一応9999とかあるのか。でも10万があったからさ、少なくとも999999ゴールドだ。999万とかあんのかな。なんか一番やり込んでる人はもうそれぐらい分かってさ、カンストしてるのか。9999万ゴールドもあんのか知らんけど。いや強すぎるな、マジで。中ボスじゃないと全然近がれん。これだからさ、多分食らってないよな。ソングオブマナの進化系意味ないよな。ニンニクと同じことなってる。これ全然活躍してない。真ん中で、真ん中に模様を作ってるだけ。今バリバリ活躍してるのはなんかデススパイル、グーントレーサー、浮上の天霊すら活躍してないか。活躍してないな。聖水グーントレーサー、いや俺強すぎやろ。デススパイラル最終盤になったらもう浮上の天霊もソングオブマナも進化系もダメだね。活躍できない。いやでも最終盤もっとなんか圧くるもんな。巨人ばっかりが、あの時には活躍するのか。赤経験値あればな、そこに取りに行くねんけどな。見当たれへんから、まあまあまあ。25分になったら左右移動してみるか。どこに凝縮されとったんかが分かるかな。ニコ生時間中途半端やな。もう一枠取ってまでじゃないな。ニコ生はちょっと、いやまあちょうど終わるかもしれんな。これ終わったら俺も終わるし。ニコ生があと8分。このゲームがあと5分だ。なので。何の音や。引き寄せの意思のアイテム取られへんかな。左行って取ってみよう。行ってみよう。赤経験値はどこある。あ、上ある。これか。これに凝縮されたかぽいね。なるほど、いいっすね。ええやん。これ今時間止まってんやな。飛んだら敵に、いや、突っ込んでたら死ぬか。突っ込んでたら死ぬかもしれん。死ぬんは嫌や。さあ、どうだ。ああ、かわいそうに。オーケー。今の左上に凝縮されとった。レベルは78。うんうん。いやオベリスクの巨神兵ばっかりやな。弱え。死神がとにかく強い。
やだからまあ武器が強いな。デススパイラル、これ浮上の点でも当たってるな。レベルアップしたら俺は A ボタンを押す。一番使う A ボタン緑嬉しい。 A ボタン緑 B ボタン赤ってゲームキューブもそうやろ。これ嬉しい。あれかスーパーファミコンからそうやったんかな。配色一緒か。まあまあまあ、あと4分経ったら勝ちや。まあ、負けない気がする。勝つようなでもやられるから負けのような。なんでこのゲームは最後に完全勝利させへんの。まあ、今後のアップデートなのか、なんか謎やな。いつも負け終わりなんか、なんかこの争いに勝者はいないって深い意味あんの。謎だ。30分もこの生き残ってんから気持ちよくなりたいけど、でも確かになんかリアルなサバイバル映画とか、なんかこう生き残ったけど、なんか生き残れたけど、てんてんてんっていうオチになるイメージ確かにあるか。希望の未来へなんて、なんかこう一気にチンプになっちゃうからか、なんかないイメージあるな。そういうことなのか、このサバイバルゲームも。生き残ったとて、その割にはさっきのなんかこの新ステージ出てきた新キャラの女の子が出てきた時のなんか扱いはパターンみたいな感じだったけど、みんな祝ってあげて、この子もサバイバーになりましたみたいな。ようわからん。最後は気持ちよく勝たせてくれたよ。なぜば、まあ、あの図書館のな、あのトゥーントレーサープレイリッチあんなんな、まあ、裏技すぎるもんな。どうやって正攻法で倒せるような。でも正攻法でだから死にかけに10体倒して終わりじゃん。いやでもどうやったらそういうのできるようなんやな、今からのアップデートで。そうやったら慣れへんのかな。一応もうこれである程度完成してるのか。なんか作る予定って何やったっけな。新キャラ、新武器、新武器強化、そして新ステージは実装されたけど、あとなんか作ってる予定やんな。作ってる予定って何か今作ってはんねんな。まあヴァンパイアサバイバーでとりあえずそれ待ちかな。そり待ちかな。赤木駅ってどこに探しに行こう。まあ死にはせんでしょ。赤木駅見当たり敵多すぎんねん。どこあるかわからん。右側にあるのか。うっかり死んだら悲しい。まあでも倒せるもんなら倒してみる。あ、赤木駅取ったか。取ってない。見当たらねえ。物が多すぎる。散らかりまくってるな。うおん、今の凝縮赤系検知じゃなかったのか。もうシンプル赤系検知か。いやいや、ちょっともうわからん。何にもわからんな。だからな、新武器進化かな。ちょっとなんかこれ武器進化させへん方が良かったな。まあ、現状武器進化させへん方がダメージ入ったっていうから効率的な側面もあるけど、なんかあんなに春感あったのに、ほんまニンニクになっちゃったもんな。そこちょっと残念やな。まあでも求めすぎか。よいしょ、あと1分。まあお金稼いで終わりやな。よいしょ。はあ、マジでチカチカなるな。すごいね。こんだけ近づいて来られるとソングオブマナーの進化系も意味あるな。あれ何やって一瞬しか見えんかったからな。進化したら名前何に変わったんや。
30秒インコ玉あと2分もうじっとしとくか。もうレベルアップしたらすぐ A ボタンを押すと、これだけに徹するか。ダメージはオレンジ80代は結構黄色なんか。え、でもあれやね、やっぱオレンジから黄色へのグラデーションやな。だってあの100クリティカルダメージの120とかはもっとなんかこう薄い黄色やった。だから80とか90とかのダメージはちょっと濃いめの黄色やった。なんで白で赤からだんだん薄くなってたんや。独特の感性。時間来たら経験値取るか。パーンって蒸発したらあとちょっと、よし30分、ニコのあと1分か。いやー即殺された。やるねー、ようそんなすぐ殺せるねー。うわー、まあまあまあ、でもこれで実績オール解除やな。あれ、あそこキラキしてたから。オーケーオーケー。あれ、これ3回か復活。ファイヤー、おー、怒涛の勢いでやられたな。新しいアチューブメント、よし。ま、まんな、な、まんないじゃん。ちょっと分からへんな。イタリア語か。ま、ま、なやこれ。調べて出てくるのかな。ソングオブマンの進化系やんな。マイトスローエネミーダウン。え？え、敵の攻撃力下がった？ニコ生が終わり。いや、この英語がパッとわからんの悲しいな。アタックス、バーティカリー。これもあんま意味わかってないねんな。とりあえず、全埋め成功やな。これだけ最後調べて、アタックス、バーティカリ、バーティカリ、バー、バーティカリ、垂直に。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。垂直に攻撃する。敵は通り抜ける。うん。これはその通りやったな。さあ、これが、あ、孫悟空マナーが進化して、マイトスロー、エネミーズダウン。マイトスロー、エネミーズダウン。マイトスロー。なんかそんな難しい英単語ない感じやのに。エネミーズ。エネミーズ。あ、いいか。Enemies down。 よいしょ。敵を遅くすることがある。当たった敵を、敵を遅くすることがある。敵の移動速度ってことか。そこで止まんのか。でダメージに入ると、持続時間とか上げとけばより食らうと。はいはいはい。でもなー、ちょっと強すぎて進化発揮せんかったらさっきは。ニンニクはどうやっけな。進化したニンニク。あー、なるほど。ドレイン効果か。はいはいはい。HP 回復時に威力が増加。あ、じゃ、食らってたほど強いんや。防火みたいなことだね。ポケモンで言う。はい、魂くらい。この、これ、調べたいな。ま、なんて読むかわからんけど。よいしょ。これなんて読むんやろなぁ。まあ、また翻訳待つか。これが新武器ね。え、これ攻略サイトとかあんの？何これ？うお。ソングオブマナーの性能と進化素材やて。へぇ、すごいなぁ。
ほうほうほう。うわ、すご。どれが反映されるのか書いてあるやん。うわ、レベルも細かく。へぇ。なんじゃこれ。ちょっとおもろいな、攻略サイト。そう、これカタカナで読み教えてくれよ。マナじゃ。ヒットさせた敵の移動速度を下げる効果がある。でも、遅くすることがある。あ、マイトってそうか。はいはいはい。メイの、あれか。あれでもさ、マイト？待てよ。威力のところにもマイトってなかったかな？なんか俺の記憶やったら、あの、ほうれん草の威力のところマイトって書いてた気にしてんけどな。マイト、そうかもしれない。あ、はえー。なんか今あったな。マイトに、なるほど、シールっていう意味からの派生、もしくは語源かもしらんけど。ああ、なるほど。マイトには力って意味もあんねや。こんなん常識やったんかな？俺はちょっと知らんかったな。なるほど。I see. モルタッチよ。死んどるやつ。死んでるのにサバイブしてるという謎のやつ。じゃあ終わりますか。OK。ほな、アチーブメント56分の56。コレクション。オール OK。じゃあ終わります。おしまい。おしまいと。